津島警察署では庁舎の老朽化などを理由におととしから建て替え工事が行われていて先月完成した新しい庁舎がきょう関係者に披露されました新しい庁舎は以前と比べ延べ床面積はおよそ3倍となり3日間稼働できる非常用発電機が設置されるなど災害時の拠点としての機能も強化されました新しい庁舎での業務は来月29日から始まる予定です